お疲れ様です。ガイです。え、この度ね、ちょっと名前が決まりました。あというのがね、私がやっている中国武術ってのが、まあ、城内武術って言いまして、まあ、これはですね、うん、主には、まあ、王様帝、皇帝とかいるじゃないですか。その近くにいて、最終的に敵が攻め込んできた時などに、最後の砦としてね、まあ、あの、懐刀として、えー、出向いていくんですよね。ですんで、まあ、私の立場の、 場内武術を持っているものがやられた時っていうのはもう王様が無防備になる時だということですねあとね無本も起きるんですようんだから側近のまあ、部下がねですねいきなり牙を剥いて王様に歯向かってくる時にまあ私が当然ね私じゃないですけども場内武術を持ったものが王様のそ,そばにいて、えー、でね そういった反逆者をこうやっつけるみたいな。最後の砦ですね。いろんな意味で。で、えー、この城内武術で王様を守る者っていうのは、まあ、常に王様のそばにいて、で、絶対裏切りは許されないので、あのー、王様の以外は、王様以外とはね、口をきかないんですよね。で、家族が人質として、まあ、城内に、まあ、豊かな暮らしをして住んでいるっていう、まあ、そういうな感じみたいです。まあ、ですんで、まあ、昔から、 こういった、ああ、城内武術を持つ者っていうのは、あまり外に知られることがなくって、特殊な環境で修行を受けていて、まあ、あの、城内武術を持つ者っていうのは、ま、少数ですね、大体二人から三人で王様を守っていて、その人数が増えすぎることもなければ減りすぎることもなく、まあ、ずっとね、その地位っていうのを次の世代、次の世代にこっそりと、 城内武術を持つ者から次の弟子へと伝承されていったということで、まあ門外不出というやつですかね。まあそんな感じで守られてきたみたいです。で、この記録からどんな武術だったのかってことをいろいろ研究した人がいて、本当にそういうものだったかどうかわからないけども、現代風に下ろしたのが、このね、懐刀剣っていうやつらしいですね。懐刀武術、なんて呼ぶのかわかりませんけども、懐刀を中国ではシャオ刀というらしいんですよ。 で、シャオトウの使い手である、まあ私、ガイが、シャオトウガイというふうな名前で、ちょっとね、この度、リファイトクラブに参加させてもらおうかなと。シャオトウガイですね。えー、懐刀のガイということで、ガイっていうのは、勝利するっていう意味があったりするわけなんですよ。ガイ専門とかってありますからね。ガイカを歌うとかね。まあそんな感じでございます。ではですね、ちょっと関係ないんですけども、私がよく見る、モチベーションを上げる動画をつけておきますので、 中国武術は本当にすごいぞみたいなことをね、体感してい,いただければと思います。えー、それではね、坊君次のメッセージも楽しみに待ってます。うん